はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。今回は言葉の受け取り方についてお話ししていきたいと思います。私はですね、ステイホーム期間中よく家で料理をするようになったんですね。それまではですね、よく外食をして、ご飯は済ましていたんですけども、こう外に出れないということになったので、自炊をすることが増えたんですね。でその時によく作っていたのが、スーパーに売っている、パスタの麺を買ってきて、あとはスーパーで売っているそういった100円ちょっとぐらいでする2人前ぐらいで入っているパスタソースとかありますよね。でそれでカルボナーラソースというのが売っていてですね、それをよく買って食べていたんですね。本当に毎日のようにそのパスタを作って食べてみました。だいたい200グラムぐらいのパスタをですね、茹でて、でその湯煎したレトルトのソースをパスタソースを絡めて、でこう食べていたんですね。本当にルーティンのように毎日のようにそのお昼ご飯はそれを食べていたりしました。でこう食べていて、そのカルボナーラを食べていて、何かこうですね、なんか足らないなっていうような意識がずっと あって食べていたんですね。美味しかったんで食べ続けていたんですけども、何かなと思っていたらですね、たまたまこうスーパーでまた買い物に行った時に、こう小瓶で売っている黒胡椒を思い浮かんだんですね。あ、これ黒胡椒なんじゃないかなと思ったんですね。カルボナーラって黒胡椒かかっていたよなと思って、でそれを買ってきて、でこういつもねこう作っている、そのカルボナーラにちょっとこうかけてですね、こう食べてたんですね。そしたらですね、これだっていうふうに脳は思ったんですね。私が思ったんですね。こう感じたんですね。なので私の脳はですね、そのカルボナーラの味というのは過去の私の体験からプログラムしていたんだなというふうに考えるとですね、その、黒胡椒がかかっているカルボナーラの味、それを私はこう記憶していたんですね。なのでその目の前で食べているカルボナーラに対して何かこう違うよというように脳が反応していたと考えることができるんですね。過去の記憶で食べたカルボナーラと今食べているカルボナーラの味はちょっと違うぞというふうに、それは多分こう黒胡椒なんじゃないかというふうに判断して、これをかけたらその時の味になるよというふうになって、そのかけて食べたら、あ、これだというふうに思ったんですね。そのようにですね、過去の体験と、こう照らし合わせながらですね、今の、こう経験をこう見ているというふうになります。はい、今回は、言葉の受け取り方について、お話ししていきたいと思います。私たちは普段、相手が話す言葉をですね、どのように聞いて受け取っているのでしょうか。ここでですね、ステイホーム期間中に、感じたことをちょっと例に挙げてお話ししていきたいと思います。私はですね、そのステイホーム期間中、なかなかこう外に出れなかったので、ベランダに1日1回は出てこう日に当たろうという取り組みをしていたんですね。でこれをその継続して1ヶ月ぐらい経った時ですね。でその時は、その1ヶ月前の私はですね、ステイホーム期間中の1ヶ月前の私は、よくそのベランダに出るっていうことはしてなかったんですね。ベランダに出るときは洗濯物を干すときなので、私のベランダのイメージというものは洗濯物を干す場所なんだというようなイメージがずっとあったんですね。ただですね、その1ヶ月後、そのステイホーム期間中に、1日1回ベランダに出ていった私はですね、そのベランダに出れば日に当たることができるんだというようなベランダのイメージになったんですね。洗濯物を干すプラス、ベランダに出たら日に当たれるぞというふうになったんですね。そしてもうその時にはですね、1ヶ月間ぐらいこう継続していった時には、こう朝起きたらですね、あ、まずはベランダに出なきゃというふうにまず思うんですよね。そのようにですね、こう、脳が、こう記憶していったためにそのように反応していったというふうに考えることができるんですね。でそこから私はですね、こうベランダに出るとですね、こう日に当たることもできる場所だし、あとはですね、夜とかにもベランダに出たりしていたん で夜に出ればこう星を眺めることもできるし、もう月も見れたりとか、あ、気分転換もできる場所なんだなというふうになっていったんですね。そしてあとはベランダに観葉植物とか私置いてるんですけど、そこにですね、こう日中蝶々が飛んできたりとか、あとはもう蜂が飛んできたりとか、あとはですね、ベランダ内にですね、鳩がいたりする時間帯があることに気づいたんですね。なので、そういったですね、こういろいろな植物と
まあ、植物もあったりとか、あとは動物とかですよね、と、まあ、こうコミュニケーションが取れるような場所でもあるんだなというような部分を感じたんですね。そのようにですね、私がそのベランダに出なかった時の私と、ベランダに出るようになった時の私の、そのベランダのイメージというものはですね、ガラリと変わっていったということなんですね。でもその時、ステイホーム期間中に毎日こうベランダに出ていた時はですね、ベランダイコール癒しの場所、他の生物とのコミュニケーションを取れる場所、そのようにですね、ベランダのイメージがもう変わったんですよね。このようにですね、私の体験によって、かなりですね、私の脳内でそのベランダのイメージの変化が起こったというふうに考えることができるんですね。ここでですね、先ほど私がお話ししたカルボナーラのお話を少しちょっと思い出してほしいんですね。あなた自身が私がお昼にカルボナーラを作って食べたという話をどのようにイメージして、こう頭の中でですね、映像化したりして聞いていたかというのをちょっと思い出してほしいんですね。例えば A さんという方がこの話を、私の話を聞いていたら、カルボナーラはこうベーコン、あとは生クリーム、卵、チーズなどを使って、ソースから作ってですね、その A さんは、普段食べているというふうな、経験があったんであれば、そういった自分のレシピとかとこう思い出しながらですね、自分の作ってるソースを思い出しながら私のカルボナーラの話を聞いていた可能性があるんですね。そしてまたは B さんはですね、例えば行きつけのレストランがあったとして、イタリアンのレストランがあったとして、でいつも食べているそういったカルボナーラというものがあったら、そのレストランで食べているカルボナーラをイメージしながら私の話を聞いていた可能性があるんですね。でまた C さんという方がいたとして、 C さんはですね、こうイタリア旅行に、昔行った時があって、で そこでこう本場のカルボナーラを食べて、あとても美味しかったななんていう経験をしているんであれば、その旅の思い出を思い出しながら私のカルボナーラの話を聞いていた可能性があるんですよね。このように話し手の、私の話す言葉というのは、その私の表面的な、こう意識的な私の体験の一部の話を私はしていて、それを言葉としてあなた自身はこう受け取っているんですよね。そしてこの話を聞いているあなたは私の話す言葉を体験しているんですね。ここでの体験というのは、あなたが体験したこと、経験したことにあなた自身がこう照らし合わせてイメージ化したりして、映像としてですね、脳は捉えているんですね。これは結構コミュニケーションを取る中でもですね、意外とこう見落とされている部分と言われていたりします。でここに関してはですね、過去の放送で映画隣のトトロから、考察する体験の仕組みという動画でですね、少しお話しさせていただいているので、そちらを見ていただけると嬉しいです。で私たちのですね、この脳のプログラムというものは、私たちがこう五感体験をしてきたことでできていると言われているんですね。これは人間は何らかのこう刺激があった時に、その人の体験から得た脳のプログラムに沿って反応しているということが、考えられるんですね。人間にとって言葉を聞くという行為も外部からの刺激であって、自分の脳のプログラムに沿って反応しているというふうになるんですね。なのでこのプログラムもそれぞれの過去の体験とか経験によってできているので、一人一人その聞き手、受け手によってですね、これはもうそれぞれがこう考えて聞いているということになるんですね。同じ話をこう聞いていたとしても、それぞれの過去の体験が違ければ、全く違う話としてこう聞き取っているという可能性があるということになるんですね。なのでベランダという一言を聞いて出てくるイメージは、私のようにですね、過去の体験経験によって、その1ヶ月前の私と、例えばそのステイホーム中に、何度もこうベランダに出ていた私とではですね、全く違うベランダ体験というものをしているので、その後私が話す言葉とか反応も全く違ってくるんですよね。例えばそのベランダに出ていなかったステイホーム前の私が、ベランダってどういうところですかと聞かれたらですね、ベランダというものは洗濯物を干す場所ですよと答えていたと思うんですね。そしてステイホーム期間が終わっ
った後の私に対してですね、こうベランダってどういうところですかって聞いたら、きっとですね、あ、ベランダというのはですね、あのいろいろな動物とか、あとは昆虫とかも遊びに来るし、あとは夜とかですね、こう外出れば星が見えたり、あの月が見えたりして気分転換もできて、あと日中であればその日光浴もできるような、まあ、そんな癒しとなれるような空間でもあるんですよ、というように話をすると思うんですよね。なのでもこれはですね、例えばベランダイコールこうだよという答えというものはもうすでになくて、それぞれが違うベランダ体験をしているので、それぞれが違ったこうベランダに対しての意見が出てくるということになるんですよね。このようにですね、いつも当たり前だなと思って行っていたりとか、あとはこうイメージしていたりする部分というのは、そういったあのコミュニケーションの中にでもですね、意外とこう気づきにくい部分があると言われている部分なんですね。なので全くあの同じような話をしていたとしても、お互いがですね、全く違う体験をしている、そんな可能性があるんですね。はい。なのでこういったことをですね、少しこう意識しておくと、あのコミュニケーションを取る上でもですね、とてもこうあのスムーズなコミュニケーションが取れたりとか、してくると思います。はい、今回は、言葉の受け取り方についてお話しさせていただきました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。